今回はウェスティンホテル仙台にやってきました。ガラス張りで素敵な外観、ランチに向かいます。ランチの詳細は概要欄をご確認ください。エレベーターホールに素敵な飾りがありました。エレベーター脇にはミニツリーがお出迎え。エレベーターの中は落ち着いた雰囲気です。先ほどと同じゴールドのキラキラ。26階のレストランでコースランチいただきます。今回は4品のコースランチにしました。メインディッシュはいろいろ選べます。宮城県の食材を楽しめるのも魅力です。お昼からドリンクメニューも充実です。まずは豪華な前菜が来ました。宮城県産の小麦粉を使ったパンは生ハムと相性抜群。お次は口どけのいいサーモンのムースにプチプチイクラ。何かなと思ったら梨のフルーツマリネ。初めてのお味でした。香ばしく炙った金華サバに大根の食感がマッチしてます。目を引く見た目のこちらはビーツのサラダ。ブルーベリーの酸味、ビーツの甘みが楽しめます。生産量全国1位のパプリカ入りのハムはあっさりしていて美味。椎茸と紫玉ねぎの爽やかなマリネ。ちょっと高級なツナマヨのようなおしゃれなムース。秋の恵みを感じられるプレートでした。焼きたてパンは美味しくて3つも食べちゃった。続いて和栗のスープ、ポルチーニパウダーが添えられていました。ポルチーニの風味が感じられるコクのあるポタージュ。豚肩ロースは肉厚でジューシー。合わせの野菜までもこだわりを感じます。マッシュポテトは滑らかで上品な味わいです。子羊のロティは油の甘みがしっかり感じられます。赤ワインソースの風味がお肉の旨味を引き立てます。かぼちゃや紫芋など秋を感じられる付け合わせも美味。ランチでこんなお料理なんて贅沢ですよね。ウェスティンのランチは初めてでしたが、ホテルランチにはまりそうです。あっさりながらも食べ応えのある一品でした。
は見た目にも美しいこちらのデザート。一番上のアイスクリームはぶどうかな。さっぱりしていて、お口の中に爽やかさが広がります。洋梨のコンポートとソースの相性が抜群でした。紅はるかのフランは少し固めで滑らかな食感、とても好みの味でした。26階からの景色は遠くの海まで見渡せるロケーションです。夜景もとても素敵ですよ。レストランを出ると吹き抜けに素敵な飾り。一つ一つの空間が絵になりますね。こちらではアフタヌーンティーもいただけます。アーティスティックなソファーですね。素敵なクリスマスツリー発見。エレベーターホールもいい雰囲気です。至る所にツリーがありますね。ホテルに入ってすぐの場所には3本のツリーがお出迎え。結構高さがありますね。初めてのホテルのコースランチ満喫できてとっても幸せです。美味しくて素敵な時間でした。